セレモニーを開催いたします。昭和24年の日本国有鉄道法、昭和61年となりました和倉温泉和島駅間は平成2年に七尾和島間第2周鉄道免許を受け、平成3年9月から第3セクター鉄道として能登鉄道が運営することになりました。和島間の鉄道事業は発足以来9年半の運営となりました。この間、交通手段は車か社会へのが到来する思い出を作り続けましたが、本日限りで運行を終了させていただきます。社員一同に代わり厚く御礼申し上げます。本当に長い間ありがとうございました。安全で正確で
はい、そしてまた皆さんが楽しい旅をできるように努めるのが私の仕事ではなかろうかなと。でまあ、今日、先輩の事業をね引き継ぎながら今日迎えたということは私にとっては本当にめでたいというんでしょうか、嬉しさでいっぱいです。しかしまあもう最終列車までありますんでね、しっかりと皆さんにお預かりした鉄道を送って、役目を果たしたいと思っております。はい、はい、そうですね、はい、これはね、先ほどいろいろな人のお話もあったんですが、はい、いろいろな人のお話があったんですけれどもね、モータリゼーションがあったり時代の変化がいろいろあったと思うんですね。私開通当時のことはありませんが、その時は鉄道は王者であった。しかしまあ交通の発展とともにですね、変化をしてきた。で今日に至りました、ということでですね、選択には、日本すぐ皆さんにあるわけですから、今日を無事に迎えたことの方が私には、嬉しかったように思われますけどね、はい、どうもお忙しいところありがとうございました。はい、よろしくお願いします。